na pełnym boru. Wypowyło się, a potem rozstrzeliali. Ale trzeba честно сказати, що зараз я не готовий. 昨年3月末のロシア軍撤退後、路上で多数の遺体が見つかり、世界を震撼させたブチャ。取材は10回目ですが、毎回その変貌ぶりに驚かされてきました。ブチャのボグザルナ通り、日本でいう駅前通りです。4月に私が最初に来た時は、ロシア軍の、軍用車両が大破したものがずらっと並んでてですね、もう足の踏み場もないような状態だったんですけれども、今は本当屋根を真新しいし、壁も、できたばっかりの建物が並んでまして、新築のニュータウンのような感じです。集団墓地を作ったブチャ市サービス公社のセルゲイさんにばったりと再会しました。5日後には駅前通りはピカピカになると明るい表情を見せていました。もともと若い世代の人気のベッドタウンだったブチャ、家族連れや若者の姿が一段と目立つようになっていました。ブチャのマクドナルドです。ものすごい混んでます。今日日曜の、ランチタイムということがあって大きなスーパーマーケットです。色とりどりのパンが置いてあります。大きな生ハムが、そしてここはお惣菜ですね。非常にカラフルです。駅前通りと交錯するヤブロンスカ通りは、ロシア軍撤退直後、おびただしい数の遺体を路上に点在し、死の通りと呼ばれました。街中を取材していると多数の遺体を目撃することになりました。黒焦げになった、遺体と思われる物体があります。教会の、裏手に来ています。この穴から、多数の住民の遺体が見つかりました。丸焦げになった遺体がそのまま置いてあります。頭部がありませんので多分これだと思います。ブチャの死の通りを象徴する事件の一つが起きたのが貸し事務所ビルの裏手でした。銃で処刑された男性8人が骨折したり目をくり抜かれたりして無残な状態で見つかりました。衝撃的な動画を見せてくれました。ヤブロンスカ144、こんな感じです。これは貸し事務所ビルの隣の民家で住民が昨年3月4日に撮影した映像で、今回の取材で入手しました。ロシア軍を示す V の文字が描かれた軍用車両が見えます。数人が連行され、フェンスの前に座らされている様子が映し出されています。ビルの裏手に連行されて処刑された男性たちと見られています。タモのザロジニキ、あ、я не знаю, уже, наверное, у нас заложники там лежат. Да у нас сидят под забором. Да, она под забором. Раз, два, три, точно. Четыре, пять, шесть. ロシア軍が撤退した後、8人の遺体が見つかりました。こちらに今家が飾られている8人なんですけれども、この撮影中に2組の遺族が花を取り替えに来ました。オレクサンドルさんは侵攻直後に領土防衛隊に参加し、検問を担当していた息子の変わり果てた姿を写真で目にすることになりました。息子さんには別れた妻との間に6歳の娘がいました。昨年9月に集団埋葬された遺体の墓を訪ねました。ほとんどが身元不明で番号だけが記されていました。身元がまだ分かっていない、遺体のお墓になります。こうしてこれは168、そしてこちらは237と
という数字だけが入っています。こちらはまあ一般のお墓なので、たくさんの花が手向けられています。身元不明で遺族がまあいない墓になりますので、これは墓が作られた時にまとめて飾られたものなんですけど、それ以外はもうほとんど何もない状態。キャンディーだけが置いてあります。で、他の墓のところにもキャンディーがありますので、まあ、どなたかがキャンディーを捧げていったということだと思います。中には、こうして、写真がついているのもあります。身元が特定された方の遺体ということになります。ブチャのセンアンドルー教会です。集団墓地が見つかったところです。もう今は芝生が生えています。モニュメントがあります。たくさんの花が捧げられています。ぬいぐるみもいくつかあります。119人の遺体が掘り起こされた集団墓地が見つかった聖アンドリュー教会。昨年8月までにおよそ250回もの葬儀を執り行い、命を奪われた住民を弔い続けてきたハラビン神父。解放から1年経った今の思いを聞きました。От я тоді кажу, що уяви дітей, твою жінку, і хтось тобі суне мікрофон в лице і питає, ти готовий простити? В той час, коли відбувається. Для нас ідеал, коли Христос каже, що треба прощати, треба любити, але питання в іншому. Чи потрібно росіянам наше прощення? Тобто під час Другої світової війни ми воювали з німцями. Пройшов час, німці розкаялися в злочинах фашизму, вони відчувають свою відповідальність, вони переосмислили своє життя. І зараз у нас немає ніяких проблем з німцями, ми навпаки вдячні їм за те, що вони нам допомагають. З боку Росії немає навіть натяку на покаяння, на те, що вони хочуть якось... переглянути. Тому ми якби готові, лиш би вони попросили прощення. От якраз питання в тому. Я боюся, що не так воно легко. Скажімо, я на проповіді намагаюся говорити людям, що от Христос каже, що треба прощати. У нас немає зараз відповіді. Але треба чесно сказати, що зараз я не готовий. Але розуміти про те, що от є ідеал. Я не знаю, скільки до цього ідеалу нам треба десятків років, щоб можна було простити, забути і тому подібне. Зараз, мені здається, це нереально. Який був саме важкий момент? Важко сказати. Воно все, знаєте, ці спогади день за днем, воно все... Напевно, коли доводилося тих людей, яких ти знаєш, відспівувати. Коли бачиш родичів, близьких, ти їх всіх знаєш, це саме найважче було. І друге найважче – це, напевно, спілкуватися з журналістами. The second one is to speak with journalists. 最後までご視聴ありがとうございました。これからも発信を続けていきますので、ぜひ YouTube のチャンネル登録をしていただければと思います。私は今フリーランスという立場で取材をしていまして、こういった活動を支えてくださるお気持ちのある方、ぜひ YouTube のメンバーシップへの参加をご検討いただければと思います。あるいは YouTube のスーパーサンクス機能やフォーダフリカヤなどを通じたご寄付も歓迎しております。それではまた現場行ってみます。